全福さん、いろんな選手、あのサポートされててあの、来る選手っていうのはメンタル的に落ちてる状態なのか、フローの状態なのか、なんかど,ううどういう選手が多いんですかあ、えー、と私の場合は、J リーガーとか、まあ、プロサッカー選手って、選手寿命が短い人も多いので、うん、どちらかというと、まあ、その先のことも考えて、 現役でいるっていう価値をまあ活用してサッカー外活動も組み立てながら選手としてやっていきたいっていう人が多いのでプロの方で来る方は基本的に意識が高い人が多いですね。で今最近ちょっとオリジナルコンテンツって、まあ、パーソナルでサポートできない方をちょっとグループでっていう形で今取り組み始めたんですけどそこに来る方とかは JFL とかの選手もいるんですけど、えっとまあ、J でやってたけど今 JFL でやっていてもう一回、まあ、J に上がりたいみたいな選手だったりするんですけど、まあ、そういう選手なんかは、えっと、キャリアとしての相談ということとか、まあ、その先のことで自分の人生を組み立てるっていうことでプログラムに入ってますけど現状は試合の相談が来ることがあって。 まあちょっととミスが続いてしまうとかそうするとちょっと私もキャリアなんですけどちょっとメンタルの領域に近いこと、まあ、あのサッカーの中身の話はもちろんできないのでそうするとやっぱりメンタルに近い相談になってくるかなとかっていうのもあって今日参加させてもらってるっていうところもあるんですけど。まあ 私がもしそのサッカーの中の相談をそのされたときにどう対処しているかっていうと、まあ、やっぱりその、えっと、ミスが何で続いているのかとかそういうところを、まあ、あの本人にゆっくりと言葉で語ってもらってであと、まあ、監督とかチームメイトとの関係性を聞いたりとかあととか まあ自分なりにミスを、こう、なんだろう、改善できるとしたら、今できることは何だと思うかとか、そういうコーチング的な形で聞きながら、で、今できていないことが、過去はできていたのかとか、なんかそういうことを聞いて、じゃあ過去できてた時はどういう状態だったのかとか、そんな感じで一つ一つ聞きながら、 できてたときと同じ状態にしていくために、今足りてないこととかできることは何か。じゃあ、それをまずやってみて、また、あの、状況を教えてくださいっていう感じのやり取りをすることは、はい、ありますというか。っ、うん、て、本人の言葉を引き出していくということですね。そうですね。で、私自身は、えっと、まあ、 専門家っていうところまでは全然至ってないですけど、脳神経科学の方のアプローチで、やっぱそういったなんか、まあメンタルと言われる領域に働きかけをするみたいなことをちょっと今少し勉強していって、で、その、じゃあメンタルが強い状態って、 まあ心理学的に言うとどういうことなのかっていうこともそうですし、まあ、脳神経科学的に言うとどういうことなのかみたいなところででは考えていくと私自身が選手だった時はメンタルが弱いと思っていたんですけど自分としては、えー、とそれはすぐ泣くとかそういうところでですが例えば試合であまり失敗しなかったりとかまあ 立て直していけるっていうところで考えると、メンタルはまあ強い方だったのかもって、ただ泣くっていう現象が自分の中で起きるとか、そういうだけであって、試合とかで成果が出せるっていうことで言えばメンタルは強かったのかなとか、なんかそんなにまに、まあ、自分の競技選手としての経験、あと今向き合っているサッカー選手との 対話。で、あと少し勉強してる、神経科学的な、まあ、アプローチっていう中で、今のところは対応しているっていうのが、はい。